10月もそろそろ終わりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は10月のクルーズニュースのアップデートということで撮っていきたいと思います。まあ、10月いろいろありました。ヨーロッパで新たにクルーズがね始まったりとか、リバークルーズも始まったりしております。今回はそういうのをまるっと、ね、簡単にお伝えしていきたいと思います。こんにちは、クルーズ客船で働くエリーです。7年ほどクルーズ客船にて働いております。このチャンネルではクルーズ客船関係に関する情報はもちろんのこと、旅行やクルーズ客船で働きたい人向けの情報なんかも発信しておりますので、ご興味のある方はいいねとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。で、早速見ていきましょう。まず10月15日ロイヤルカリビアンは、トレスレットと呼ばれる、新しいデバイスの商標出願をアメリカ特許商標庁に提出しました。これはすでに MSC やプリンセスクルーズがほぼ同じテクノロジーを同じ目的にて使用しています。もしくはする予定です。もともとあったリストバンドなんですけれども、船内の支払いやお部屋のドアを開けるためなどに利用されてきましたが、現在ではコロナが発生した場合に感染者がどこにいたのかや誰といたのかを迅速に特定し、感染を広めないためのツールとしても使用されております。で、この追跡機能の追加によって賛否両論あったんですけれども、個人的にはクルーズ客船でね、行くところ限られてるっていうか、変なところ行こうと思っても、変なところがないって言ったらおかしいですけれども、そんなね、行って困るようなところってクルーズ客船にないので、この追跡機能があるからあだこだって言ってる人がいるのがちょっとびっくりなんですけれども、これは感染拡大にね、確実に役立ってくれるものだと思うんですね。何かあった時にその感染者がどこでどのくらいの時間を誰と過ごしたかっていうことが迅速に分かることによって拡大を防ぐ、もうこんなに素晴らしいシステムはないと思うんですけれども、皆さんはどう思いますでしょうか。このクルーズ客船に新しく取り入れられたテクノロジーっていうのは他にもたくさんあるので、これはこれでまた別にね、後日ビデオに撮っていきたいと思います。さて、一部地域ではね、もうクルーズ客船再開して結構2ヶ月3ヶ月ぐらい経つんですけれども、もうなんとアメリカはねまだ再開できておりません。その理由がアメリカの CDC というところが、ノーセールオーダーって言ってクルーズ客船始めちゃいけませんよっていうことを言ってるので、クルーズ客船が再開できない状態にあります。で、本当は9月30日までだったんですけれども、これを CDC が同日ですね、9月30日に、ちょっと待った、もう1ヶ月延ばしますということで、現在のところ10月31日までということになってるんですね。で、CDC の人としては、実はね、もうちょっと延ばしたいっていうね、ところがあるらしいんですけれども、もう仕事ないぞっていうね、そういうデモとかがあったりするし、クルーズ客船で成り立ってる港もたくさんあるので、これをね、伸ばしてっていうのがね、いいのかなっていうところですよね。だってもうすでにクルーズ客船始まって何も問題なくね、できているわけですから。今回 CDC、10月31日までっていうふうにしてるんですけれども、これが10月31日どうなるかっていうのが結構注目されているところです。ご存知の方多いと思いますけれども、日本でも飛鳥2と日本丸が日本の国内クルーズを再開させますし、例えばドイツだったらドイツしか回れないクルーズをもう2ヶ月ぐらい前に始めてますし、イタリアもね、そこ近辺を回るクルーズを始めています。じゃあアメリカも国内クルーズだけやっときゃいいじゃんって思うんですけれども、それができない理由が実はあるんですよ。それがね、ジョーンズアクト、ジョーンズ法とも呼ばれるんですけれども、これはもう本当に簡単に言うと、アメリカのね、船、アメリカを出航してアメリカだけを回ってアメリカに戻ってくるっていうのがおっしゃいけませんよっていう法律なんですね。シアトル発着とかロサンゼルス発着とか発着地はアメリカでもいいんですよ。ただ戻ってくる間、クルーズ中にどこか他の国を挟まないといけないっていうちょっと不思議な法律があります。で、しかもこれを破ると今だと1人762ドル払わないといけません。ちょっと雑談なんですけれども、私がクルーズ客船に乗ってる時にハワイクルーズっていうのがありまして、で、そこをロサンゼルスかどっか発着だったんですね。で、ハワイに6日間ぐらいかけて行って、で、ハワイ島を巡って、で、帰ってくるっていうクルーズでした。で、もちろんエンセナダ、メキシコとか寄ってから帰ってくるんですけれども、ヒロかコナ、ヒロとコナってちょっと逆側に反対側に位置するんですけれども、1日目コナで次ヒロでしたとか、多分そういうクルーズだったと思うんですが、お客さんがね、その日帰ってこなかったと、出航の時間になっても帰ってきませんでした。で、電話したら、今、ちょっとね、僕たち、カップルだったんですけれども、僕たちレンタカーを借りて、ヒロからコナまで行って、で、そこから再乗船しますって、今レンタカーでーすみたいなことをね
言ってたんですよ。で、私ね、その上司がね、ちょうど電話してる時にそばにいたんですけれども、私以外にもね、いっぱいいたんですけれども、で上司が言うわけですよ。その時は一人300ドルだったんですけれども、ジョーンズ・アクト・フォーって知ってるかいと、まあ、こうこうこうで、君たちはそのコナで勝手に降りたから、まず一人300ドル、300ドルで、600ドルとね。で、また次の港で乗ってくるときに300ドル、300ドルで600ドルかかるんだよっていう説明を、してました。確かそうだったと思います。ダブルでかかるんだったと思うんですよね。ちょっとうろ覚えなんですけれども、まあそれでそのカップルは、みたいな、Oh my goodness! みたいな感じだったんですね。だからね、まあそういう、まあ、法律があるという話でした。まあそれがあるからなのか、まあアメリカ国内でね、ちょっとちょろーってどっか行って戻ってくるっていうクルーズも再開できない状態でちょっとかわいそうだなと。で、このジョーンズ・アクト法を、どうにかしようじゃないかっていう動きも始まってるそうです。まあどうなるかわからないですけどね。で、嬉しいニュースとしましては、カーニバルの新しい船、カーニバル・マディグラっていうね、船があるんですけれども、これがフィンランドにて海上試運転を無事完了したそうです。で、実は、このカーニバル・マディグラっていうのは1972年に、同じ船、同ブランドの新しいファンシップとしてできた新しい船で、カニバル・マディグラっていう船があったんですが、もうもちろん1972年なのでその船はもうないんですけれども、それと同じ名前をつけてるそうです。まあカニバルらしいなと思ったんですけれども、ローラーコースターがなんと、屋上についてたりします。で、この船のデビューは来年の2月フロリダからだそうです。またイギリスのクルーズ会社の P&O っていうのがあるんですけれども、ドイツで作っていたんですが、アイオナっていうのが、まあ、出来上がりまして、先日引き渡しの式典が取り行われたそうです。ちなみにこのクルーズ客船はイギリスで初めて液化天然ガス LNG と呼ばれるものを動源力として、走る船だそうです。で、このアイオナには明るいガラス屋根のスカイドームがあり、なんと乗船にジンの蒸留所もあるそうです。すごいですね。ジンを船の上で作るってすごくないですか。で、この船は来年2021年の春頃デビューということです。で、MSC グランディオサっていうのが、イタリアのクルーズをね、一足先に始めてたと思うんですけれども、これが2隻目のマグネフィカという船を10月の19日から始めました。で、このクルーズはイタリア、マルタ、ギリシャに停泊する10日間のクルーズで、MSC は今年中に計6隻の船を、開始させるそうです。で、MSC はね、こういうふうに地中海クルーズを順調に再開させていまして、で、もちろん PCR テストとかね、そういうことをやることによって、大きな感染のね、クラスターとかもなく、順調にやっております。で、まあ実はなんですけれども、この MSC に乗ろうって言って、PCR のテストの関係とか、ペーパーワークが足りなかったとか、そういう関係で、100人以上の人が実は、乗船拒否をされているんですね。ただ、乗船拒否をされていても、100% クルーズ客船のその支払った金額が返ってくるので、まあ、急にコロナになっちゃった人とかね、それは防ぎようがないですから、そういう人も安心してクルーズ予約できるのがメッシーかなと思いますよ。で、アイダクルーズもアイダブルーというのをイタリアを発着にクルーズを開始させました。で、ここでもうびっくりニュースなんですけれども、この前のねクルーズニュースでもお伝えしたんですが、このコロナの状態でいろんなルールが新しいルールができて、お客さんはそれを守らなければもちろんね、いけないんですけれども、その一つとして、お客さんは寄港地で自由に乗船下船ができませんよと、寄港地で下船した場合は、ツアーに参加しないといけないっていうね、ルールがあるのに、この IW で、お客さんが1名だったかな、この約束を守ってまたどっか行っちゃって、で、ツアー後に、まあ、帰ってきたかなんかで、で、結局乗船拒否されたっていうのがありました。クルーズ客船側でもこういうことがあったらお客さん乗船拒否しますからねって確実に説明してるはずなんですけれども、それでもやるっていうのはちょっとなんか何なのかなって思いますね。不思議ですよね。このなんか他にやりたいことをね、買い物とかあるのかもしれないですけれども、それをしたら再乗船できませんよって言ってもまだやるっていうね、ちょっと理解できないところでありますが、そしてカーニバル参加のコスタクルーズも、コスタ・デリチョーザ、ディアディマに続いて3隻目のスメラルダという船を稼働させました。こうやって聞くとね、ヨーロッパクルーズは本当に順調に進んでるなという感じがしますね。ちなみにですが、ヨーロッパクルーズで人気のリバークルーズも再開しているところもあります。
で、先日シードリーム1というクルーズが、オスロからカリブ海のブリッジタウンまで片道21日間のクルーズを始めました。で、予定は2020年10月15日から2020年11月5日までです。で、このシードリーム1っていうのはヨット型の高級クルーズ船に部類されます。しかもなんと定員が116名だったかな、まあ、100名弱なんですけれども、それに対して乗客は34人から35人だそうです。すごいですよね。もう3分の1にして、もう本当にソーシャルディスタンスを守ってやると。で、ここでもっとびっくりするのが、なんとこのクルーズではマスク着用不要なんですよ。まあ、人数が少ないっていうのがあるのかもしれないですけれども、もちろんこのクルーズ客船乗る前の72時間前以内ですねに、PCR テストをしてネガティブだったっていう証明書を出して、もちろんクルーズのターミナルでも、ラピッドテストですね、すぐに検査の結果が出る15分で検査結果が出るテストをして、それでネガティブだった人がもちろん乗船できます。まあ、乗船1回したらもうこの人としてはコロナじゃないっていう、そういうね、感じなんでしょうね。もちろんスタッフもマスクしてませんし、お客さんもマスクしてない、もうコロナ前のクルーズと全く一緒っていう感じですね。で、クルーズ中はコンシェルジュのデスクの横に、体温計を測るもの、ユニクロの入り口であるのと本当に同じようなやつ、まあ、それを毎日やるそうですね。まあ、いろんな、ね、対策を取ってるみたいなんですけれども、何せよマスクをしなくていいっていうのがもう驚きです。私としては今このご時世というね、もう本当に乗りたい、そんな風に乗りたいですよね。なんかこの、ね、ニュースを聞いて、あ、このクルーズ客船マスクしなくていいんだ、乗りたいなと思った時に、なんかこれが当たり前だったのに、もうなんか当たり前じゃないとか、マスクするのがね、どこでもどこもかしこも当たり前なのがちょっとね、悲しいなと思いますね。この今後どうなるのかなって、まあ、クルーズ客船以外のことも考えちゃいますよね。というわけでね、10月のクルーズニュースね、新たに始めたところも多く、特にね、悲しいニュースはなかったかなと。まあ、10月31日にアメリカの CTC が、クルーズね、ノーセルオーダーを解除するのかっていうのがまた気になるところでありますけれども。で、ちなみに私事なんですけれども、一応11月に、ブラジルのクルーズを予約しております。で、ブラジルの CTC かなんかが、結局、まあ、100% のゴーサインをまだ出してないので 100% コンファームされてないんですけれども、まあ、うまくいけばそこに乗船できるので、その現状をね、リアルタイムで皆さんにお伝えできればと思います。というわけでね、ブラジルに行くのに、その、まあ、現在の空港の様子だったりとか飛行機の様子だったりとかも、お伝えできればなと思うので、気になる方は、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた、チャオ。